一番最初に選んでるのはこれ黒なんですけど、一番使いやすいと思うね。まあだから一番最初に買うんであれば、色は簡単なのは黒ですよね。まあ素材はまあ入りやすいのはウールとかコットンとかっていうのは入りやすいんじゃないかなと思います。これどこが違うか分かりますか？これとこれ同じ2本なんだけど、これ外なんですよ、こっち、はいはいはい、外側に、これは中に向いてるんですよ。何が違うんですか？これインプリーツって言って内側に向いてますね。はい、でこれは外側に向いてるんですね。はい、それによってちょっとシルエットが異なります。へえ、内側の方がちょっとこうわっとこう丸くなりますね。おお、これでもかっこいいっすね。白着こなし方としては黒の大きめの T シャツとか、はい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 、黒のポロシャツとか着てもかっこいいかもしれないですね。あとこの素材がコットンなんですよ、張りがある感じっていうか。フォルサースタイル編集長の星場です。編集長のスタイルクリニック、略してスタクリ、今回はですね、今までには珍しいアイテムをご紹介したいと思います。こちらです、ワイドパンツ。若者の間ではこの流行のアイテムであるワイドパンツ、非常に人気なんですけれど、大人がどうやって着こなすか、これもですね非常に難しい部分だと思うんです。そこでどんな色、どんな素材、どんな形を選べばかっこよくこのワイドパンツっていうのを大人が着こなすことができるのか、その辺に今回はフォーカスを当てていきたいと思います。ということで最後までご覧ください、どうぞ。はい、ということで今回は珍しくワイドパンツ、珍しいっすね、ワイドパンツ。でもさ、ノア君年齢いくつだっけ今？今年27。27、はい、もうドンピシャだと思います、僕たちの世代というか。もう普通のアイテムショーだって。もう多分普通だと思いますね、僕が履かないだけで。僕は履かないんだ、はい、なんでなんで？難しいっす。難しいっす、なんで？ノア君なんてさ、何着てもさいいじゃん、かっこいいんだからさ。僕だから今この服今日コーディネートしてくれたじゃないですか、はい、あ、こうやって着るんだって思ったっすよ。はい、あ、そんな感じ？まあでも確かに分かります、ワイドパンツね、もうここ何年かもう定番化してるぐらいで、はい、もう極端にね、太いのも出てますし、そうですね、ですけども、はい、全部こうザ・ストリートといいますか、ルーズな渋谷系かつてのね、みたいなイメージを持ってる人も多いと思いますし、大人が履くとなると確かにちょっとなと思ってる人かなり多いと思います。それをちょっとこう解決、はい、ぜひしていただきたいですね。まあこの編集長のスタイルクリニックずっとやってますけど、はい、もうしばらくすると1年ぐらい経つんですが、はい、最初から言ってるのはやっぱベースはモノトーンですよねって話をずっとしてると思うんですよ、はい、そうですね。だから今日も一番最初に選んでるのはこれ黒なんですけど、一番使いやすいと思うね、まあ、だから一番最初に買うんであれば、色は簡単なのは黒ですよね、まあ、素材はまあ入りやすいのはウールとかコットンとかっていうのは入りやすいんじゃないかなと思います。ウールの方がまあ柔らかさが出ますね、こっちの方がちょっと張りがある感じですね、とかあとシワを楽しむとか、あと味を楽しむのはコットンですよね、まあ、この辺の違いがあるかなと思いますけどね。であとはそうですね、デザイン、まあ、デザインというかまあこれシルエット、まあ、これはもうずっと言ってますけどここですよね、ワイド、ただワイドとは言っても、上から下までズドンっていう太いタイプか、まあ、全部が太いタイプですね、あとはちょっとテーパードしてるタイプ、あとは極端にテーパードしてるタイプっていうのもありますよね、渡りが太くて裾が細い、で形で言うと、まあ、ちょっとそこに書きましょうか、まあ、こういう全部が太いタイプ、あとはちょっとテーパードしてるタイプ、あともっとテーパードしてるタイプ、こんな感じですかね、なるほど、1、2、3。初心者からしたら、はい、どれが一番入りやすいんですか？やっぱり自分の足の形っていうのは、はい、太ももが一番太くて、はいはい、足首が細いので、これが一番簡単ですよね、多分ね、はい、これが一番簡単、こっちに行くに従ってシルエットがどん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 太くなるので、やっぱ裾は細いんですよ、これはある程度ね、はいはいはい、ここは太くてもここ同じですよ、はい、こっからここ、こっからここ、ここはあんま変わんない、ただ裾の幅が全然違うんで、こことこことここで、なので一番馴染みやすいのはこの3番のタイプ、なるほど、はい、
今日ノア君が履いてるの、ね、今日ノア君が履いてるのちょっと、まあ、これに近いのかな、これとこれの間だね。ってことはちょっと難易度が高い方ですね。難易度が高い。でもなんか見てる感じすごい自然で、ね、誰でもできそうな感じしますけどね。黒だっていうことと、あとこれはね、うん、ウールではないんですけどギャバですね。ちょっとこう斜めになってるこうやつなんだけど、うん、コットンギャバとかウールギャバとかいろいろあるんだけど、うん、これギャバなんで履きやすいやつですね。うん、色が黒っていうことと素材が、まあ、このウールのギャバだっていうことで履きやすいっていうことと、うん、あとはねやっぱり違うのはウエスト周りなんですよ。ここが実は2プリーツ、はいはいはい、ここのデザインですね。ここ、はい、ここはねやっぱ全部違うんですよ、うん、ウエストのデザインでいうとこうあってここに2本入ってたりここに1本入ってたり、うん、はい、するんですけど、うん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 、外側のプリーツ、例えばこれですね。これ外側です。外側ですね。外側に2、これは外側に1ですね、うん、1プリーツ、はい、でも1プリーツここに深いんですね。これ2センチぐらいなんですけど、うん、これ1プリーツ浅いんですね、1センチぐらい、うん、でそれからあとはこれ分かりやすかったな。これも2つですね。これ外側1センチ中側2センチぐらいですね、うんうん、でこれによって全然この手のポケットの入れ方が全然、うん、機能的に作られてるんです。プリーツなんで、うん、あの女の子がよく履くプリーツスカートと一緒ですね、はいはいはい、多ければ多いほど履きやすいというか、うん、だから多ければ多いほどちょっとゆったりした印象になりますね。いわゆるクラシックなスラックスでよく見るデザインですよね。そうですね。もっとクラシックなタイプだとこういうタイプもあります。これどこが違うか分かりますか。これとこれ同じ2本なんだけど、うん、あ、まあね、ここもねすごい自信なさげこれよく見ていただくのは今プリーツの話をしてるんですけど、そうですね、はい、これ外なんですよ、はい、こっち、はいはいはい、外側に、うん、これは中に向いてるんです。何が違うんですか。これインプリーツって言って内側に向いてますね、はい、でこれは外側に向いてるんですね、はい、それによってちょっとシルエットが異なります。へ、内側の方がちょっとこうふわっとこう丸くなりますね、うん、お、外側の方がきちっとしたこう外側に逃げるようなフォルムになるというか、プリーツの内側とでそんな違うんですね、はい、一応こっちがあの普通のインプリーツ、うん、でまたこっちはアウトの2プリーツ、インかアウトか、うん、でアウトの方をリバースって言い方します。つまりこっちはフォワード、うん、前に向かってるのとリバースと一緒です、ね、なるほど。でイメージ的にはこっちの方がクラシックなイメージです、はいはい、インプリーツの方がね、はい、大体あのテーラードのスーツとかで、うん、イギリスものとかっていうのはインプリーツが非常に多いですね。なるほど。アメリカものとかは割とフランスものとかっていうのはアウトプリーツが多いですね、はいはいはい、例えば今履いてるのが、はい、ノア君が同じシルエットでデニムだった場合は、うん、すごくザ・ストリートみたいな印象になると思うんですけど、はいはい、黒でクリースが入ってプリーツが入ってるスラックスだと、はい、大人に見えますね。大人っぽく見えますね、うん、ただ今回の着こなしっていうのはかなり腰は気にしてるんですよ。はははで、しかも足元にねジョーダンのスニーカー履いて、はい、でしかも中スウェットなんですね、うんうんうん、で T シャツと重ね着して、うんうん、しかもちょっと大きめのシルエットのノースフェイス着てもらってるんで、うん、大人のストリートをうまくちょっとカジュアルにしてる感じというか、うんうん、色使いによってちょっと大人っぽく見せてるけど、これもっともっと明るい色使いとか、はい、すんごい派手なスニーカーとか履いたら、はい、割と若めのストリートスタイルになります、ね、今並んでる白とベージュ、はい、これはちょっと難易度高いんじゃないですか。そうですね、うんうん、まあ、なので、はい、一番分かりやすい、これ履きやすいんじゃないかなと思って黒は今日多めに用意しました、はいはい、ちなみにこれはランバンのやつですね、はい、あの助真さんがディレクションしてるランバンコレクション、うん、メンズという、うん、そして、黒、これはベルイッチですね。はい、ベルイッチってインプリーツのものが非常にあの有名ですけど、これはアードベックって言って、もともとベルイッチの中でも定番としてやってたモデルなんですね。それが今また人気が浮上してきて、2プリーツですね、アウトの2プリーツで、はい、割とゆったりとしてて裾にかけてテーパードしていく、まあ、これ2に近いですね、はい、はい、そして次に紹介するのこれも同じようにテーパードですね、PT、はいはい、イタリアのパンツブランドですね、うん、これウールです、うん、はい、しなやかです。これはねリネンですね、うん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 、同じシルエットも一緒ですね、うんうん、こっちの方が太いかな、うんうん、はい、PT の方がちょっと太い感じですね、まあ、でも確かに黒だったら入りやすそうですね、うん、はい、まあ、だからこの辺は非常に履きやすい、まあ、ちょっと浅なんでこっちは大人っぽいです、うんうん、こっちはウールなんで履きやすいかなというところですね。そして今難しいんじゃないかって言ってたやつは、はい、これはトゥモローランドのオリジナルなんですけど、白のインプリーツですね、はい、インでかなり深いです。
2センチ2センチぐらいですね、うん、かなりここにボリュームがあります、うん、で裾は細めです、うん、これどれかというと多分これです、うん、これ面白いのはグルカタイプのパンツなんですね。ちょっとこれでもかっこいいですね。白でここにあの持ち出しがあるタイプですね、うんうんうん、はい、アジャスターがついてるタイプですね。かなりボリュームがある。でハイウエストに近い感じですね。かなり個性的ではありますよね。でもそう、あのそうですね、後ろがゴムなんですけど、うん、履き心地はいいかもしれないんですけど、はい、ちょっとねかなりボリュームが太いんで、着こなし方としては黒の大きめの T シャツとか、はい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 、うん、黒のポロシャツとか着てもかっこいいかもしれないですね。あとこの素材がコットンなんですよ。張りがある感じっていうか、これはこれですね、ここですね、はい、ちょっとユニフォームコットンなんて書いてましたけど、軍物っぽい、軍物の僕好きっすね、コットンパンツ。でもこのゆったりとした感じと汁の爽やかさはちょっと夏のリゾートとかでも、うんうん、そうですね、いけそうですね。これだといいと思いますね。黒の T シャツでも黒のポロシャツでもかっこいいと思いますね、はい、そして最後ちょっと値段がバーンと飛びます、はい、最後の最後一番難しいやつを紹介します、はい、ゼニアです。お、生地が面白い。生地はウールなんですけど、なんだろう、しかもちょっとストレッチ入ってて、ちょっと、まあ、ナチュラル入ってますね、はい、これはねなかなか一番難易度が高いかもしれませんね。まあ、色の問題、はい、シルエットはワイド、はい、もうここは決まってるんですよ。デザインとかシルエット、うん、デザインはねちょっと特殊な、まあ、ノープリーツですけど、うん、ワークパンツ風のデザインです、うん、シルエットはワイド、うん、中でもこれはもうこれに近いのかな、1と2の間かな、これも1に近い感じですね、かなり上級者って感じですね、はいはい、だからこういうの合わせるんだったら同じようなワントーンでこう組み合わせて、下スニーカーですね、やっぱりね、スニーカーですね、白のスニーカーとかボリュームのあるスニーカーとか、うん、であとはボリュームのある靴とか、うん、ソールが厚いとか、うん、なんか同じような色のニットとかワントーンで着こなすとかっこいいと思います。ちなみにトップスはシルエット、はい、ボリューム感ってどういうのが合うんですかね、はい、これねなかなか難しいんですけど、今回の話でいうとシルエットなんですけど、まあ、まず下がこう太いわけじゃないですか、はい、うん、だから上を小さくするってこともできるんですね、うん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 、コンパクトにこういう風にする。うん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 、でも今の感じで言うと下が太い、上も太い、ビッグビッグもできますね。お、はい、まあ、京都が割とちょっと近いかもしれないですね。でもビッグビッグでも着丈をねちょっと短くしてあげるとちょっとバランス取れるかもしれませんね。なるほど、はい、逆にコートとかだとどうなんですか。まあ、コートでも全然いいんですよ。でコートだともっと、ね、上もビッグでビッグコートで下がこれしか出てないっていうのでもいいんですけど、まあ、バランスはすごいビッグビッグなんでかなり難しくなりますけどね、はい、じゃあでもどっちかですね、丈で言うと短めか長めか、そういうことですよね、そうですね、うん、の方がバランスがいい、ガバーンって長くしちゃうか、うんうん、ちょっと短めにしとくか、なるほど、あとコンパクトにするとそれはそれでかっこよくは見えるんですけど、はい、クラシックスタイル、さっき見せたこういう白のこういうものに、うん、なんかコンパクトなポロシャツとか大人っぽくはなります、ね、うんうん、はい、バランスは取れますね。スキッパーとかポロシャツで、うん、上はタイトなんだけど下はボリュームがあるみたいなこともできます、ね、そういう時はちょっとクラシックスタイルに近づきます、ね、いいっすね、上もでかい下もでかくなるとちょっとやっぱストリートに近いスタイリングになってきます、ね、なるほど、はい、まあでも逆に言えばトップス次第で、はい、クラシックにもストリートも触れるってなると、うん、ワイドパンツ持っとくと結構意外と楽かもしれないですね、うん、楽、そうですね、楽かもしれないし、あとは何だろうな、いつものスタイルから冒険したいとかって、うん、なかなか冒険できないと思うんですけど、黒のワイドパンツくらいだったら、うん、全然冒険できるんじゃないかなと思うんですね、うんうん、まあ、1点ね取り入れてみるんだったらこの春ちょっと大人もなんかトレンド感をね、はい、出してみるっていうのも面白いんじゃないかなと思いますね、うんうん、割とずっとスタイルクリニックでは定番のスタイルみたいなものをブワーって紹介してるじゃないですか、はいはい、全部入りやすい、うんうんうん、まあ、中にはたまに難しい、ね、うん、つなぎってあったじゃん、昔ありましたね、あれはなかなか難しいアイテム、はいはいはい、これもそうですね、うん、でも大人がチャレンジするんだったら面白いアイテムだと思うんで、ぜひですね、うん、ワイドパンツ、うん、はい、チャレンジしてみてはいかがでしょうか、はい、ということで今日何が刺さったんですか、お二人は。僕は思い切って、はい、その白のやつにチャレンジしてみたいですね。グルカパンツみたいですね、はいはい、じゃあノー君は。僕も白なの。2人ともこれいく、はい、すごい難易度高いやついけますね2人とも。なんかちょっと夏のスタイルが半袖半ズボンが多いんで、うん、ちょっと脱却したいですね。うん、大人っぽい夏もちょっと、うんうん、そうですね、
このパンツと、まあ、値段もいいしね、1万9800円、ね、そうですね、はい、取り入れやすいですし、はい、まあサイリークリニック我々も1年近くやってきましたん で、はい、 そうですね、そろそろちょっと次のステージを、はい、目指す上でも、はいはい、もしかしたらいつか私服企画が急に取られたらとか思っちゃうとちょっと怖いんでちょっと俺も勉強しながら、まあね、抜き打ちでそういうのやるかもしれないそう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 、はい、ぜひですね、はいはい、次回もお楽しみに。というわけでこの、編集長のスタイルクリニック動画の連載はですね、本誌のフォルツァスタイルの方の企画と連動しております。詳細を、ご覧になりたい方は本誌の方のフォルツァスタイルをご覧になってください。そしてさらにですね、ハッシュタグ、洋服の服に魂と書いていただいて、服魂と書いていただいて、皆さんですね、自分のスタイルをインスタグラムにアップしてください。でその時に福魂ってつけていただいた方にはですね、我々がその中から記事をピックアップして皆さんのコーディネートとかを全部紹介していきたいと思います。ですのでハッシュタグ福魂とか言っていただいてインスタグラムの方をアップしてください。そしてさらにですね、今回着てるような洋服ミニマルワードローブと連携しましたので、そちらの方で買えるものも非常に多いです。ミニマルワードローブは僕が好きなものだけを集めているセレクトショップなんですけど、そことスタイルクリニック、そしてフォルツァスタイルっていうのが連携し始めました。ですのでここで見たものが買えるようになりますので、ぜひですねご覧になっていただければと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう。今日はこの辺で。